はい、どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さて、今ワープしてきたんでね、ここ、次の目的地行きたいと思います。あ、これ人になってた方がいいよね。じいさんがいるらしいから、なんかね、ちょっとラフテルって言いそうになって、意外と登るの早いよね。でもどうやって砂漠行くんだろうね。どうも。そろそろ来る頃だと思っておりました。エルザ殿ですな。テルマのことはご存知であろう。老廃は彼女の店で世話になっているラフレルと申します。貴殿の活躍を彼女から聞きましてな。そのような勇猛な馬鹿者なら必ず砂漠への異変の話を聞きつけ、ここへ来られると思っておりました。違いますかな。エルザ殿は知っておられるか？かつてあのギルド砂漠にはある大罪人を罰した処刑場があったそうです。なんでもその大罪人は処刑場にある呪われた鏡によってあの世に送り込まれてしまったとか。ああ、なるほどね。今ではその処刑場は閉鎖され、砂漠へ行く道も断たれております。世界と隔たれた砂漠、そこに取り残された鏡と死人の怨念。老廃は、ハイラリに起こる様々な異変があの砂漠と関係あるのではないかと思い、ここから様子を伺っておりました。して、エルザ殿はこれからどうなされるおつもりか？まさかあの砂漠へ赴き、自らの目で確かめに行かれるとか？まあ、それじゃないと進まないよね。もちろん。おお、そうですか。では、このラフレル、微力ながらお手伝いいたしましょう。ハイリアこの古城で遊戯屋を営んでおります、トビーという男にこれを渡してくだされ。ラフレルのメモを受け取った、ハイリアこのトビーに当てて、ラフレルが一筆書いたメモ。実は昔、そのトビーという男を助けたことがありましてな。この老廃には頭が上がらんのですよ。うまく使うね。あとは彼に任せておけば、うまくやってくれるでしょ。また飛ぶのか。また飛ぶのか。これちょっと獣になろうか。違うな。違うな。ちょっと待って。もう一回。ギリ。怪しかったぞ、今の。では、師匠、お願いします。古の奥義をお前に授けよう。剣をその手に我を探し求めるがよい。師匠、なんとなく分かってきたかも。勘ね、勘。ただの勘なんだけど。めっちゃ遠い。めっちゃ遠いな。まあでも、道中だね。
ただ、多分ね、まだ出てきてないあの人だと思うんだよな。全部解いたら教えてくれるのかもね。あれ、あら、はじめまして。あたい、すももちゃん。すももちゃん。あたい、巷で噂のアトラクションにハマってるんだけど、あんたもどう？ルール聞くか。風船を割りながらゴールを目指すゲームなの。風船はスイカが1点、オレンジが3点、イチゴが10点。で、同じ風船を2連続で割っていくと、得点がどんどん2倍になっていく。10個までだけど。壁に落ちか、ぶつかって落ちちゃったら何点取ってもダメ。1万点を超えたら上げてもいいわよ。あー、ハート系か。空を飛ぶと同時に、はい。あー、マジでミニゲーム出てきた。でもやらない。これあれだな、ワンちゃんだから出てきたんだね。どうも、お久しぶり。えへ、兄ちゃん、こういうの結構いける口かい？最高の瞬間、手にも昇る感覚、ぶっ飛び体感、アトラクション。今だけ特別サービス、修理以外持ち時間なしで10ルピーポッキリ。持ち込み修理はなかった。ちょっと待ってね。これ、アイテム持ってないといけないんだけど。あ、あったあったあった。ああ、限定アイテムがここに来るんだ。ああ。ぎっ。ラフレルのじいさんからじゃねえかよ。で、あのじいさんには逆らえねえからな。オアシスコース。な。仕方ね。とっておきの裏メニュー用意してやるよ。代金も今回だけただにしとくよ。で、どうする？もう行く？行く。はいはい。だけど、この、ただは今回限りだからな。じゃあ、ぶっ飛んでくれよ。オアシス1名様ご案内。ゲルドの砂漠到着。棒立ちすぎるだろう、リンク。エルザ、待ってくれ。その前に話を聞いてほしいんだ。精霊が言ってた影の結晶石にまつわる話を覚えているか？魔力で聖地を治めようとした者たちはその後どうなったと思う？聖地ハイラルを追われ神によってある場所に追いやられたのさ。そこには火の光り輝くハイラルとは対極をなすもう一つの世界。光とは決して交わることはできない影と呼ばれる領域。そして影の世界を落とされた者たちは元の世界に戻ることは許されず、ハイラルの影として永遠に陰りの中で生きるようになったそうだ。これは私たちに伝わる我が影の一族の歴史。私が何者なのか分かっただろう。光の世界から影の世界に落とされた一族の末裔なのさ。
しかしその影の世界はザントによって支配され、一族はあの影の魔物に変えられた。やつはいつの間にか一族の力とは違う強大な魔力を持ち、影の世界へはやつの力がなければ入ることはできなくなった。しかし一族の言い伝えの中にこんな話があるんだ。神は一族が元の世界に戻ることを禁じたが、光と鐘をつなぐ鍵を一つだけ残したという。それは陰りの鏡と呼ばれ、ハイラルを守る者たちに託したと。奴は必ず影の世界にいる。一緒に行ってくれないか？まあ、かなりの因縁があるのは間違いないね。じゃあ、とりあえず目的地まで行こっか。まず装備だけ揃えてね。ブーメランがいいかな。いや、なかなか、なかなかの距離だな。馬ちゃんもそんな気軽に呼べない感じだし。ブーメランじゃ拾えない。ああ、これ難しいな。多分弓矢も、そうだね、地面に刺さって終わりみたいな感じがするから、フックショットの方が相性いいか。あーってことはなんかこうワーム系っぽいな、ボス。ほらちょっと多すぎる。いや、マジでバカじゃねえのこの数。しかもなんかたまにバケモンみたいにでけえのいるぞ。あー、群れのボスがいるみたいな感じか。もうこれは移動しよう、移動しよう。とりあえず急ごう。あ、やば、やっちまったか。あのね、難しい。あの微調整。よし。すまん、間違えた。まあでもちょっと厄介だね。あ、お金ね、お金。お金ね、そんな使うことないんだよな。
あーでも行き止まりか。あーってことは乗るのか。すまんすまん、イノシシ君すまん。君は味方なんだね。おおおおおお、うわめっちゃめっちゃ重い、めっちゃ重い。いたー、ありがとう。あ、師匠。さあ師匠お願いします。ってことは結構大事な技なんじゃないかな。おー、お前に伝える奥義もいよいよ秘技の領域に入ってきた。これから教えるものの中にはお前自身の基本となるものがあるが、技を習う覚悟はできているか。はーい。うん、カブト割りね、そんな使い機会なかったね。これで OK。 居合切り、居合切りとかあったんだ。世の中には剣に精通しており、縦当たっては外もぎりでは体勢を崩せないガードに硬い敵が存在する。あー、これから教える居合切りだ。剣を鞘に収め、剣技の基本である ZL で注目をして、相手の懐に飛び込む。そして相手がお前の動きを見切る前に素早く A で金を切り出そう。どうだ、手が出せまい。これが居合切りだ。さあやってみろ。あー、これロックオンしたらダメなんだね。それは難しい。単純に閉じて、そうだね、今のモーションしてくれないと居合はできない。あと2つ奥義はね。うわ、最終奥義めっちゃ気になるわ。大回転斬りとかかな。そうだね、敵がいるときしか反応はしないね。マップ的にはこっちもお宝っぽいね。もう逃げよう。逃げよう逃げよう。まあまあ撃ってくるよね。えい。この弓さ、マジでまっすぐ飛ぶからね、めちゃくちゃいい弓よ。でもどうやって入るって話だよね。あ、こっち側からでいいみたいだね。はい、ドーン。
ああ、発動結構シビアだわ。むずいむずい。あれ、上いない。あ、いたいたいた。隠れてたか。いや、違う方向だね。降りてくるんだね。いや、いいね。はい、おしまい。意外と相手の弓届かないからね、矢がね。あれねー、なんだろうなー、難しいね、発動がね。間違えんだよな。ちょっと投げて。よし。鍵ゲット。おお、ハートの器だ。かけらゲット。やった。それロックオンしていいんだ。んで、んで？あー、これに使うわけね。あ、でも、イノシシちゃん使う感じか。いや、閉じたね。ああ、因縁の相手来た。ああ、バッカタレ。よくもお前。かわいいイノシシちゃんを。いたー。やば、ダメージやば、ダメージやばい、ダメージやばい。これ、避けれねえ。三発までだね。とりあえず、居合で崩して、っていう流れか。わー、師匠、ちゃんと教えてくれたね。ただ、これ、どっから正面からか。これ、小さな鍵も開いてんのかな。よし、決まったマジか。
いやー、あいつ因縁の相手って感じだね、ここまで来ると。え、どうしたどうした。いけ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 。着いた。よし、じゃあ今回はここまでにしよっか。なんかね、イノシシちゃんと仲良くなっちゃったね。でもイノシシガノンのイメージあるからね、なんかすごい複雑な気はするけど。はい、ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。